ようこの部屋へようこそ。今日は八千代市でピアノ教室を開いていらっしゃる高橋若菜先生にお越しいただきました。今日は先生どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。八千代市でピアノ教室をしております高橋若菜と申します。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。高橋先生の教室はというか高橋先生はですね、実は素晴らしくてですね、クロアチアの方にねずっとこう留学とまたお仕事の方もそちらでされてたということで企画なさって企画なさってからもピティナのね、なんとピティナのコンクールの審査をされたりとかピアニストとしてご活躍というもうピアノ指導者のこの腕のねレベルのところでいらっしゃる先生で、もうついついこうもし自分に子供がいたらえそんなうちの子なんかを習わせて大丈夫ってこうちょっとやっぱ尻込みしちゃうんですけど、やっぱりちょっとかなり弾ける状態じゃないと無理ですかね。どんな方でも拝見しておりまして、はい、最近は、2歳半と3歳の男の子が本当にちっちゃくても入会しまして、でご両親も、はい、ピアノの経験がないという方で、それは安心ですね。本当に大切にこれから育てていきたいなと思ってます。はい、2歳半とかね3歳ぐらいだとどんなレッスンをしてくださるんですか。そうですね、まあ、その年にあった、はい、ですけれども、はい、シールを貼ったり、色を塗ったり、ピアノに合わせてカスタネットを叩いたりと、まずは30分集中力がつく、慣れるということから、じゃあそういうところから始めていただけるんですね。そうです。上 の、 年齢の方はどういった方が来てらっしゃるんですか。今大学生が来ております。なるほど、はい、本当にじゃあ初心者レベルから少しピアノ頑張りたいようなこういろんな年齢の方が見ていただけるということで、趣味の、はい、趣味から始めたいという方からも、そうですか、はい、八千代市でですねピアノ教室をお探しの皆さん、ぜひですね高橋先生の教室にお問い合わせくださったらと思います。はい、体験レッスン、ただいま受け付けておりますので、ぜひご連絡いただければと思います。はい、よろしくお願いします。